ついに、アメリカ駆逐艦を長江河口に、姿を中国側へ。今回この事案を、詳しく見ていきます。ここ最近の動きが分かってくるような、中国は、海側だけでなく陸側にも、目を向けないとロシアにも、注意が必要と分かっているのかな。韓国中央日報の記事によると、2021年4月3日、中国の北京大学慶応研究所士官のシンクタンクである南海戦略体制監視計画、スクピが、米海軍第7艦隊所属のアーレイ・バーク級駆逐艦、マスティン、DDG-89 の航跡図を公開し、長江河口付近に接近して、武力示威を行ったと伝えた。スクピによると、マスティンは、3月27日に、母港の横須賀を出港、東シナ海に入り、上海の東の沖合 250km の地点で南下、長江河口にある。船山群島の東側 50km にまで接近し通過したことを明らかにした。この日、中国福建省のアモイで、中韓外相会談が開かれており、北朝鮮問題などについて話し合われたとされているが、米韓の同盟に亀裂を生じさせようとする中国の動きと、韓国がそれに乗らないように、牽制意味合いがあったのではないかとの憶測がある。中国もまた、同日に、空母、遼寧を含む6隻から、なる艦隊を、沖縄本島と、宮古島の間にある、宮古海峡の公海を通過させて、西太平洋に進出させた。空母、遼寧以下、055型連配級ミサイル駆逐艦、南アキラ、052D 型コンアキラ級駆逐艦、成都、太原、054A 型フリゲート艦、清霞、901型総合補給艦、コリン湖の6隻から、なる艦隊は、3日午前8時に長崎県の、男女群島沖南西 470km を航行中に、海上自衛隊に発見されていた。遼寧は、宮古海峡を通過した後、台湾周辺において訓練を実施していると、中国海軍報道官が明らかにした上で、中国海軍は、計画に基づいて今度も、同様の訓練を展開する予定であるとしている。今回の中国艦隊で特筆すべきは、055型連配級ミサイル駆逐艦、南明の存在である。この南明については、海上自衛隊が、2021年3月に今明級駆逐艦、生徒、航海型フリゲート、体系とともに対馬海峡から日本海に入ったことを確認し、初めてその存在を認知したとされていた。なお、日本の防衛省では連配級ミサイル駆逐艦と呼称しているが、米国防省や国際戦略研究所年報ミリタリーバランスでは、連配型巡洋艦としていて、日米での呼称が統一されていないのであるが、南明の満載排水量は1万3000トンとされていて、米海軍のタイコンデロガ級巡洋艦が1万トンであることからすれば、巡洋艦とすべきであろう。連配型巡洋艦は、ステルス性の高い艦隊で、高性能とされる。2種類のアクティブフェーズドアレイアンテナ、ASA、低非探知レーダーなどが採用されていて、高度な情報分析が可能として、西側諸国では、中国海軍のイージス艦として認知されている。中国海軍は、この先、この
連配型巡洋艦の建造に注力していくとされ、今回艦隊に含まれている1番艦、南明のほか、2番艦、大連が、2020年12月15日に就役して南海艦隊に、3番艦、ラサが、2021年3月2日に就役して、南明と同じ北海艦隊に、配備されていて、その他に、5隻がすでに浸水し、偽装工事が進められている。中国海軍は、今後、空母と連配型巡洋艦等を組み合わせて艦隊を組ませ、米海軍でいうところの空母打撃群として、運用するのであろうと予想されている。4月4日には、米海軍の空母、セオドア・ルーズベルトを含む、第9空母打撃群が、マラッカ海峡から南シナ海に進出しマレーシア空軍との合同訓練を実施するなど活動を展開しているが、セオドア・ルーズベルトは今年になって2回目の南シナ海入りで、米海軍は定期的作戦行動としているが、今回の中国艦隊の動きに合わせた行動と見る向きが多い。また4月7日には、中国軍機15機が、台湾の防空識別圏 ADIZ に、侵入したが、同時に、米海軍は第7艦隊のアーレイバーク級、ミサイル駆逐艦、ジョン・S・マケインによる台湾海峡通過を、実施しており、台湾周辺から南シナ海にかけて、まさに一触即発の状況が続いている。ここ数年の中国による異常なまでの軍事的海洋進出については、日米や周辺のアジア諸国のみならずヨーロッパ諸国も関心を示しており、フランスがフリゲートや原子力潜水艦を南シナ海で航行させたほか、ドイツ海軍がフリゲートを派遣しているほかにも、米海軍が最新鋭空母、クイーン・エリザベスを含む空母打撃群を派遣して日本に寄港させると発表するなど、米や豪などとも協力しながら中国を牽制する動きが出ている。この仏独英三国は、2020年9月に、国連において、中国が南シナ海において、管轄権があると主張している、九段線が、国連海洋法条約、ウンクロスに、違反しているとして、公上書を国連に提出しており、中国の主張に反対する。立場を明確にするために、軍艦を派遣しているのである。このような動きに対して、一歩も引く気配のない中国だが、はっきりしていることは、台湾にせよ、尖閣諸島にせよ、海戦のイニシアチブを握っているのは中国側であるということだ。特に、台湾においては、戦時、米インド太平洋軍司令官に就任したジョン・アキリーノ海軍大将が、多くの人が理解しているよりも、中国が台湾に侵攻する脅威は深刻で切迫していると述べて注目されている。さらに、アキリーノ司令官は、前任のフィリップ・デイビッドソン司令官が、今後6年以内に、中国が台湾に侵攻する可能性が非常に高いと述べたことについては同意しないと述べて、いつでも中国による台湾侵攻が差し迫っているとの考えを示した上で、米国が東アジア地域の防衛力を強化するために提案している
予算270億ドル、約2兆9000億円の計画を早急に実施する必要があると主張した。そして、中国の台湾侵攻を何もせずに許してしまうことで、台湾近海を経由している物流が滞ることで、貿易に影響が出る恐れがあることと、日本、韓国、フィリピンなどのアジアにおける米国の同盟諸国が寄せている信頼が大きく損なわれることを懸念していると述べた。米インド太平洋軍の新任司令官がこのように述べたことについて、日本政府は、その発言の重みを真剣に考えるべきであり、台湾をめぐって、米中の軍事衝突が発生した場合、決して対岸の火事ではないのである。先の日、米安全保障協議委員会2+2では日米両政府が、台湾侵攻時に、在日米軍が介入した場合に、日本が、米軍の後方支援を行うことが、確認されている。在日米軍の基地防衛のほか、資源を輸入に頼る日本に、重要な影響がある。シーレーン防衛などは、自衛隊が受け持つ部分が大きくなる可能性がある。そして、例えば、シーレーン防衛のために、警戒中の米海軍艦船が攻撃を受けた場合に、それを守るために、自衛隊が武力を行使できるのかなど、あらゆる事態を想定し、集団的自衛権による武力行使が可能かどうかを、急ぎ検討しておかねばならないのだ。ついにパクった中国空軍 J31 ステルス戦闘機が始動するのか。最近は、言った話になるがいよいよという話も聞いている。でも、表に出てきていないのはどうしてだろうか。考えてみると、やはり F35 に似ている多打エンジン2を、単発から双発に変えて製造しているだけだ。無論、誰が見てもパクっている状況がわかる。だが問題はそこではない。中身が大事。中国側も、そこまでの技術はなかったのか J31 戦闘機が、表に現れるのが遅すぎている。遅れれば、無論、日本も、F35 戦闘機の導入が決まっている。装備は数でも上回ってくる。しかし、開発が遅れている状況だっただが、量産化するとの噂を聞きつけて今度こそは、そう中国側も狙っているところだろう。では、もう少し詳しく見ていこう。この J31 戦闘機は空母の艦載機として開発されたと言われています。2012年11月の広東省での航空ショーで
J31 の模型が公開されましたが、肝心のスペックなどは不明でした。中国が開発したステルス戦闘機としては、J20 に続く2機目なのですが、謎めいた戦闘機ともっぱらの評判です。J31 の試作初号機が初めて飛行したのは2012年でした。その後、改良された試作2号機が登場して、様々な試験が続行され、予定では2019年までに量産機の初飛行が行われると言われていたようです。しかし、2019年に J31 の量産機が姿を現すことはありませんでした。中国が開発した J31 戦闘機ですが、日本の自衛隊が導入している F-35 戦闘機の模造品とも呼ばれています。あまりにも似すぎているんですね。要するにパクったんだろう？というわけです。F-35 の情報を中国が盗み出したという噂もあり、似てるのも当然と冷ややかな見方もあります。そういう世界の評判を気にしているのか。J31 についての話はなかなか聞こえてきません。航空ショーで展示された模型を見ると、搭乗者は一人で、エンジンを2機積んだ双発形式ということです。2枚の垂直尾翼が外側に傾けて付けられていて、機体の姿もなかなかおしゃれ。しかも、ステルス機能は、先輩である J20 より優れていると思われます。しかし、アメリカメディアの報道によると、中国空軍の指定色に、塗装されたステルス戦闘機 J31 が、初めて姿を見せたということです。ひょっとしたら、この機体こそ J31 の量産機なのではないかという推測もされています。もし J31 の開発がスケジュール通り進んでいるとしたら、2022年までに初期作戦能力 IOC イニシャルオペレーシオーナルキャップアビリティを、2025年までに完全戦闘能力 FOC フルオペレーシオーナルキャップアビリティを獲得する予定ですから、中国はアメリカの次に2機種のステルス戦闘機実用化に成功することになるはずです。J31 ステルス戦闘機について詳しく紹介しましょう。と言っても、中国からの情報は皆無なので、様々な写真や映像からの推測ということになります。この J31 は短座型の双発戦闘機です。アビエーションウィークが画像から、試算した推定値によると、基本的なスペックは、全長が 16.9m、全幅は 11.5m、最大離陸重量28トンとされます。最高速度は、マッハ 1.8、兵器の搭載量は、機内が2トン、機外が6トンの計8トンであり、内部燃料のみの戦闘半径は 1250km。外部に増装携行時の戦闘半径が 2000km と推定されます。前述の先輩格にあたる J20 戦闘機より、一回り以上小型化していますし、重量も
10トン以上軽い仕様になっています。J31 のこのような諸元から考えて、空母搭載用として設計されたのではないかと言われてきました。しかし、サウスチャイナモーニングポスト紙、香港で発行されている。英字日刊紙によると、中国人民解放軍の最高意思決定機関である中央軍事委員会は、J31 ではなく J20 の艦載機化を支持しているという報道でした。ということは、J31 の開発目的は F35 と同じように、海外輸出ではないかと言われています。ちなみにサウスチャイナモーニングポストは、香港がイギリス統治時代に創刊されました。英語読者を多く持つこの新聞は、現在ネット通販大手のアリババグループに買収されましたが、まだまだ本土寄りという空気は薄いようです。その報道ですから、冷静な判断がされているとも考えられます。という意見はありますが、アメリカメディアの考えは、中国空軍保有の J8II 戦闘機を J31 に置換しようと考えているのではないか、という予想です。J31 戦闘機のステルス性能を第一とすれば、空対空ミサイルは4発しか携行できないそうです。機体外部のパイロン、機体から兵装などを吊り下げる部品を利用すれば、最大10発から12発のミサイルを携行できるのですが、そうすると、肝心のステルス性能が損なわれてしまうのです。俗に言う、あちら立てれば、こちら立たず、状態でジレンマを感じることでしょう。中国には、大型のステルス戦闘機 J20 がありますから、この J31 のどっちつかずの性能は、何とも対処に困る存在のようですね。要するに J31 戦闘機は中国にとっては、ステルス戦闘機としては、いまいちな航空機で、それを補強するために、大切なステルスを犠牲にしなければならないという、本末転倒な代物というわけです。こんなことをするぐらいなら、購入価格が、J31 より安い J10 戦闘機、ステルス性能なしで J8II を置き換えた方が賢明と言えるでしょう。と言っても、J31 の性能が劣っていると思われるのは、J20 戦闘機というものがあるからということができます。高性能な戦闘機を調達したい中国ですが、政治的、経済的な理由で何かと対立しているアメリカから F35 戦闘機を調達することはできません。となると、J10 に目を向けることは魅力的な選択肢の一つであることには変わりはないでしょう。改めて考えてみましょう。中国空軍の指定色に塗装された J31 戦闘機の登場が、果たして本当に量産機の完成を意味しているのでしょうか。アメリカメディアが指摘しているように、いろいろと瑕疵のある J31 戦闘機を中国が本当に導入するのか、注目されるところです。
近年、中国の駆逐艦は量産体制で増艦されています。現在ではその性能は、一昔前と比べて近代化されているとの話。今回ステルス機を丸見えにするという駆逐艦055型を詳しく見ていきますね。本当に補足できているのかわからないですが、対抗策は結構たくさんあるものです。あれかな？2020年11月現在、世界で最新鋭の水上戦闘艦といえば、それは最大規模のアメリカ海軍のものではなく、中国海軍が同年1月に就役させた055型。駆逐艦南翔だということができるだろう。055型駆逐艦南翔は、従来の中国海軍の052型、昆明級。駆逐艦の推定の満載排水量約7000トンに比して、12000トンから、13000トン止めされるほど大型化された船体を持つ水上戦闘艦だ。この排水量は、アメリカ海軍の現役艦で唯一巡洋艦に、分類されているタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の満載排水量。約9700トンをも凌駕しており、アメリカでは巡洋艦と表現されることが多い。055型駆逐艦、南翔は全長が 182.6メートル。全幅が 20.9 メートル。ガスタービン機関4機で、最大出力15万2000馬力。最大速力30ノットの艦容を誇り、すでに6隻が建造予定と言われている。ちなみにアメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦は、全長が 172.46 メートル、全幅が 16.76 メートル、最大出力8万6000馬力。最大速力30ノット以上の艦容となっている。海上自衛隊で見れば、最新鋭のマヤ型護衛艦が、満載排水量1万250トン。全長 170.0 メートル、全幅 21.0 メートル、最大出力6万9000馬力。最大速力30ノット以上と055型駆逐艦の大きさがよくわかる。アメリカ海軍の最新鋭ズムウォルト級駆逐艦が随所に、近未来的な設計を取り入れ、それゆえに、建造費の高騰と実用面の、兼ね合いから、わずか3隻の建造で終了されたのとは、大きくコンセプトが異なる。中国海軍の055型駆逐艦は、同時に、同国が建造を進める国産の航空母艦の、空母打撃群の艦隊防衛を担うべき位置づけであり、中国版の、イージスシステムといえる、レーダーセンサー類を装備している。055型駆逐艦のレーダーセンサー類は、複数の周波数帯の電波を利用するものとみられており、これによって高度なステルス性能を持つ F-35 ライトニング2戦闘機なども探知、迎撃可能という対潜哨戒能力をはじめとして、こうしたレーダーセンサー類の探知性能では、従来の中国海軍の艦艇は、アメリカや日本が採用するイージス艦のシステムに劣ると見さされていた。しかし、055型駆逐艦、南翔の実戦配備で、この脅威の度合いは、飛躍的に高まったと見る向きも多く、アメリカ海軍でも予算上の問題から、見送られていた
新型巡洋艦の開発を再開するとも言われている。アメリカにこうした決断をさせた055型駆逐艦南昌の特徴は、精度を向上させたレーダーセンサー類と連動する合計112セルにも及ぶ VLS を搭載している攻撃力にあると思われる。この VLS の数はタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦と同数であり、日本のマヤ型護衛艦やアメリカのアーレイバーク級駆逐艦の96セルを大幅に上回る攻撃力を備えていることが伺えるものだ。055型駆逐艦は艦の前部に64セル、後部に48セルの VLS を搭載し、その用途も艦対空、艦対艦、対地、対戦のいずれのミサイルの運用も可能であり、ことに艦対空ミサイルの防空能力が注目されている。これは055型駆逐艦の単艦での防空能力というよりも、国産の航空母艦による空母打撃群全体の防空能力を高めると見られているためであり、アメリカなどと同様の空母打撃群の展開が予期されるためだ。従来の中国海軍の艦艇は、大陸国の中国の現状に合わせて自国沿岸海域を作戦行動範囲とした展開だったが、航空母艦とこの055型駆逐艦の空母打撃群は、遠洋への進出を視野に入れるものとなった。このため、055型駆逐艦の作戦行動範囲は、従来の052型、混迷級駆逐艦と比して、最大で約4倍とも言える約1万1000キロにも及ぶと見られており、ほぼアメリカの独壇場だった分野への進出が現実味を帯びてきた。ただし、日本を含む周辺国にとって幸いなのは、中国海軍は国産の航空母艦で運用可能ないわゆる第5世代戦闘機をまだまだ配備できておらず、すぐに空母打撃群の完成とはならない点だろう。しかし、いずれはこの配備も進んでくるであろうことは疑いの余地はないため、そうした中国海軍の空母打撃群が出現することを前提に、日本は有効な対処方法を確立すべき時期だと思える。個人的には、この対策は、既存の兵器分野では、戦闘機への長射程の空対艦、ミサイルの装備化、潜水艦隊のさらなる増強が、現時点で行える実効的な対策ではないかと考える。F-35 ライトニングに戦闘機のステルス性を損なわないために、その胴体内のウェポンウェイに収容できる長射程の空対艦ミサイルの開発は、まだまだ時間を要すると見られるので、F-15 や F-2 の活用が必要だろう。合わせて、ようやく、海上保安庁がテストに入った無人航空機、遠隔操作型無人機について、自衛隊では、これに対艦ミサイルを実装することも、視野に入れてほしいところだ。
海上自衛隊誇る偵察時の連携ですが、何も潜水艦や P3C、B1 哨戒機護衛艦だけではないのです。今回詳しく見ていきますが、なんと、中国原子力潜水艦はすぐに発見できるのですよ。2020年6月20日、防衛省は、奄美群島のトカラ列島と奄美大島間の海峡の狭い接続水域を国籍不明の潜水艦が太平洋から東シナ海に向けて潜航したまま通過したことを発表した。この潜水艦が通過した海峡はトカラ列島側の領海と奄美大島側の領海の間の幅が 10km ほどしかなく、海峡は我が国の接続水域内である。中国は2016年に海軍艦艇をこのトカラ海峡に侵入させたことがあり、領海侵犯を抗議したことに対して、トカラ海峡は国際法上の国際海峡にあたるため、航行の自由が認められていると主張して、領海侵犯の事実を認めていない。日本においては、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡、東密道及び西水道、大隅海峡の5つの海峡を国際海峡としているが、これらは日本の領海法で、公海としているものであり、国連海洋法条約で定義される。国際海峡ではないのであるから、ましてやトカラ海峡が、国際海峡であるなどとの中国の主張は、全く的外れと言えよう。近年、中国海軍のものと思われる潜水艦が、南西諸島の諸海峡において、日本の接続水域や排他的経済水域、EEZ を潜航しながら通過する事件が、多発している。中国の潜水艦が、接続水域を潜航した事件で、記憶に新しいのは、2018年1月に、尖閣諸島の接続水域を潜航していた、093型原子力潜水艦と思われる。潜水艦が、海上自衛隊に追い回された挙句に、東シナ海の公海上で浮上し、中国国旗を掲げて逃げ去った事件があった。この093型、小級原子力潜水艦、一部には、小級ではなく094型。進級とする説もあるわ、1月10日海上自衛隊に発見されてから、逃げ回っていたのであるが、一部には、尖閣諸島の領有を主張するための、行動とする見方があるものの、海外を含む軍事筋やメディアなどでは、海上自衛隊の対潜哨戒ヘリや護衛艦、おそらくは潜水艦からも2日間にわたってアクティブソナーを受け続けたことに耐えかねて浮上したのであろうとされている。中国の原子力潜水艦がアクティブソナーの洗礼を浴びるのは、2004年の091型環球原子力潜水艦が石垣島の領海を侵犯した事件でも発生していて、この時は海上警備行動が発令され、当該潜水艦が上海沖に至るまで追尾し、中国側が訓練中の技術的な原因で誤って石垣水道に侵入してしまったと侵犯を認めた上で釈明をした。それ以降、中国の潜水艦による接続水域侵入は2013年に奄美大島、久米島、南大東島で、2014年には宮古島で発生したほか、2016年2月15日には対馬の南東海域で発生している。海上自衛隊では南西諸島においてはアメリカ海軍と共同で沖縄本島、
うるま市にあるアメリカ軍ホワイトビーチ基地内の海上自衛隊沖縄海洋観測所を拠点とした潜水艦探知音響システム、ソージャスを配置、運営しており、水中を潜航する潜水艦の動向を常に監視している。これは、海底にケーブルを沈め、数十キロメートルごとに水中聴音機が設定されていて、通過する潜水艦から発信される音を探知するだけでなく、その音紋や磁気データなどを収集することが可能で、艦首だけでなく、股間を割り出すこともできるとされている。2020年6月の侵入に関して、防衛省からは、海上自衛隊の P1、P3C 哨戒機と護衛艦、加賀、あきづき、足柄が追跡して情報収と、警戒監視を行ったとしているが、その発見はおそらくは、この粗相によると思われる。このようにソージャスによって、日本の海上自衛隊とアメリカ海軍による、南西諸島付近で活動する中国潜水艦の動向は常に監視されている。このシステムは、冷戦時代には、旧ソ連の潜水艦津軽海峡、対馬海峡などに、設置されていたものであるが、日本とアメリカ共通の仮想敵国が中国となった現在は南西諸島においても活用されていて、最近では下北半島から北海道道東までのケーブルも設置され運用が開始されているという。また、海上自衛隊の潜水艦探知技術においては日々開発が進められていて、水中電解センサーや熱感知センサーなどがすでに実用化されているのではないかと推測されている。熱感知センサーは原子力潜水艦の原子炉を冷却した後の排水は周囲の海水温よりも高温であるため、それを感知することで存在がわかるほか、通常動力潜水艦においてもスクリューによる攪拌で生じる温度差も感知できるとされている。また、注目されているのは水中電解センサー、インターネット上の書き込みでは、電浄センサーと表現しているものがあるが、正しくは電解センサーであるの開発で、すでに海底設置型水中電解センサーが稼働しているとされている。艦艇や潜水艦が海水に接する部分には、舵やスクリュー、アース板などの金属があり、これらの金属が艦内と電気的に接続されている場合には、艦内に流れている電気が海水に電流として流されることになり、艦艇や潜水艦の周囲に水中電解、アンダーウォーター、エレクトリック、ポテンシャル、UEP が発生する。ちなみに、この UEP については、たとえ船体障子を、いった潜水艦でも、潜航していると、微弱な磁場が発生するため避けられないとされていて、日本では、防衛庁艦艇装備研究所の川崎支所で、研究が進められている。この UEP を捉えるセンサーが水中電解センサーで、特別な装置を必要とせず、ケーブルそのものがセンサーとして機能するとされていて、その進歩は、目覚ましいものがあり、ソージャスなどの音響探知システムと合わせて、統合的に潜水艦探知に使用されている可能性が高い。中国海軍では、2018年に白旗ならぬ赤い国旗を掲げた
093型原子力潜水艦の後継艦として、095型攻撃型原子力潜水艦の開発が、進められているとされている。このクラスは、093型と比べて、キャビテーションノイズがかなり低減すると予想されていて、これまでよりも探知されづらいとされているのであるが、ソージャスだけでなく、水中電解センサーを併用することで問題なく探知は、可能となるであろう。中国が、執拗に、南西諸島において、日本の接続水域に現れることについては、様々な目的があると考えられるが、日本の潜水艦探知能力を把握しようと、躍起になっているとの指摘がある。その動向を常に把握しておくことは、中国海軍の活動に対しての抑止力として大変重要であり、尖閣諸島の防衛に必要不可欠なものである。日本の自衛隊は、その設立以来、対ソ連を意識して整備が進められていて、北海道に侵攻された場合の防衛戦略が重視されてきたのであるが、近年においては、仮想敵国がソ連から中国と変わり、東シナ海における島嶼防衛能力が必要となって、その整備を急ぎ始めたばかりである。陸上自衛隊において、海兵隊にあたる水陸機動団が新設され、その整備が進められているが、中国への抑止力となるまでには、まだ時間が必要であるため、中国海軍への抑止力となる潜水艦探知システムの重要性は大きい。台湾は中国との対立姿勢を示しています。香港の強引なやり方を台湾はずっと見ていたんです。米国もまた台湾へ武器輸出を次々と決めていますし、また台湾は軍備を最新鋭へと切り替える必要も出てきています。日本にも蔡英文総統が視察で来日している。その際に潜水艦の視察もされています。台湾では自主建造計画が今動き出しているんです。それも米国が超協力的に。今回はこの潜水艦自主建造計画最新版を見ていきましょう。台湾が進めている新型の国産潜水艦建造計画、通称 IDS 計画には多くの韓国人技術者が関わっていることが
2020年5月韓国メディアによって公表されました。人々はその報道の論旨に注目したのです。台湾の潜水艦建造には中国が大反発していることは言うまでもありませんが、台湾は中国の一部と主張し続けていますから、韓国が関与しているということに危惧を感じているからです。台湾の軍事力強化を痛烈に非難している中国にとっては、台湾の計画に隣国韓国が関わるということが自国との関係悪化になりかねないと不安視していると思われるのです。これから約2ヶ月遡った2020年3月12日、現地メディアの一つ台湾ウェホーの記事によると、韓国、日本、ドイツ、イタリアなどの多国籍の技術者たちが台湾入りしたということらしいです。この記事の内容を詳しく説明すると、台湾が進めている新型国産潜水艦建造計画の実施拠点は高雄市ですが、新型コロナウイルスが蔓延したために、各国の技術者たちの宿泊先が用意できなくなったというものでした。3月12日の韓国メディアの報道は、台湾ウェホーの情報が事実だったと、韓国自身が後追い承認するような格好になったと思われますが、武器輸出を重要視している韓国であっても、お隣の軍事大国中国の顔色を疑わなければならなかったのでしょう。もし、これが日本だったら、そこまで直接的な表現にはならなかったでしょう。やんわりというか、回りくどい表現が日本には多いですから、直接的ではないけれど、それでいて、結果として中国にこびるような報道になる傾向があると感じられるので、韓国の報道は逆にとてもわかりやすい反応と言えるのも知れませんね。2018年8月、台湾メディアは韓国の造船関連企業テウ造船海洋とヒュンダイ重工業によって構成された代表団が台湾海軍幹部に潜水艦建造の概要説明をしたというニュースを報じたことがありました。しかし、台湾のこの報道を韓国政府は事実とは認めませんでした。理由は、やはり中国でしょう。自国と中国との関係悪化を危惧したため、韓国政府の代表団であることを否定したと考えられます。世界的にも、これらの訪問は政府ではなく、あくまでも民間企業が独自に企業活動を行ったという形にしたかったと思われます。余談ですが、前述の現代重工業は言うまでもなく韓国最大手企業であり、世界でも有数の造船関連企業でもあります。2019年には大宇造船海洋を買収し、持ち株会社の傘下この2社を運営していく予定になっているそうです。といっても、この大宇造船海洋と現代重工業の2社は韓国海軍の潜水艦建造を手掛けている造船関連企業に違いはありません。それだけでなく、ドイツの214型潜水艦のライセンス生産や、ドサン・アン・チャンホ級潜水艦を建造している会社でもあるのです。つまり、潜水艦建造にかけては、右に出る者がいないほどの企業と言えましょう。
日本企業に例えると当てはまるのは海自の潜水艦を建造している。三菱重工業と川崎重工業の2社でしょうか。韓国内の潜水艦建造分野では最もノウハウを蓄積し実績のある企業と断言できるでしょう。さて、台湾の潜水艦建造です。この建造計画には日本の三菱重工業と川崎重工業をリタイアした技術者が関わっていると考えられています。別の意味では現役の担当企業自体が関与することはできなかったと思われます。何と言っても対中国政策というネックがありますから。しかしちょっと引っかかる点があります。新型国産潜水艦建造を請け負ったのは台湾国際造船ですが、この会社は高雄市に専用工場を設置しました。この工場で示した潜水艦模型のデザインが海上自衛隊の総流型潜水艦に酷似していて、舵の形も同じ X 舵になっているという情報がありました。模型で総流型と似ている点を突っ込まれた新型潜水艦ですが、実際に設計を担当したのは日本の関係者ではなく、イギリスの飛び地であるジブラルタルに本拠がある軍事コンサル企業の GL 社だそうです。この GL 社には、イギリスで潜水艦の建造実務を経験した約30名の OB 技術者が雇用されていると言われています。そして潜水艦の兵装については、アメリカやヨーロッパなど15社もの企業が参加する予定と報じられています。台湾の潜水艦建造計画では、一番艦の進水4年後の2024年末頃になるという見通しと言われていますが、合計8隻の建造が現在計画されていますから、台湾は長年の悲願だった国産潜水艦の誕生を待っている状態と言えましょう。この新型国産潜水艦の各データの詳細はまだ明らかではありませんが、潜水艦の大きさを示す排水量は水中で約2600トン前後と見られていますから、海上自衛隊の総流型の水中排水量約4200トンと比べてもコンパクトサイズと推測されています。通常動力型ですから、機関部についても、総流型11番艦以降の艦と、同様に、蓄電池とリチウムイオン電池を搭載する形をとっていて、非待機依存推進機関を採用することは、今回は見送りとなったようです。台湾は、新型潜水艦1番艦の建造経費を、約1800億円と考えているそうです。海自の最新鋭総流型の建造経費は約690億円ですから、比較すると明らかに台湾の方が非常に高額であるとわかりますね。しかし、8隻すべてを建造すると、経費はおよそ半額に下がる予定ということです。驚く計算ですが、これはたくさん買ったら負けてあげるよという商売人の計算なのでしょうか。台湾の行動に黙っていないのが中国です。
長年の因縁のある中国は、台湾が新しく潜水艦を保有することを強く非難しました。自分たちは外国の批判を無視して軍備拡張を続けているのに、勝手な言い草だと思う人も多いはずです。中国メディアによると、潜水艦建造に成功するには、高水圧に耐えられる素材や建造技術が必要だと指摘し、一朝一夕には、静粛性を備える艦の建造は困難と推測しているようです。建造をスタートしても、そう簡単には出来上がらないだろうとこう、くくっているような論調ですよね。中国と違って、台湾は活動範囲が周辺の海域に限定されています。というか、周辺から外に出ると中国海軍が追跡したりな、との嫌がらせをするので、周辺にいるしかない、というのが現実だと思われます。ですから、そんなに深くまで潜る潜航深度性能を必要としていないのではと考えます。しかし、エンジンや行動音を低くする静粛性の重要性については、台湾はもちろん、中国も理解しているようだと改めて認識させられたことでした。今月台芸型潜水艦1番艦が進水式を迎え、日本の22隻体制まで、もう少しのところまで来ている。だが、通常動力型潜水艦では世界でも、トップに入るが、原子力級との性能差はほとんどないと言える。日本を防衛する任務だけを考えると、すでに静粛性ではトップだろう。日本の潜水艦建造技術派も、やは最強かもしれない。そんな中また豪州の、自国建造計画や軍事計画の見直しが行われている。では、対中政策へと、舵を切った豪州が、どんな戦略を考えているのか、話していきますね。すぐに建造できないのが潜水艦なんだろうけど。2019年10月、日本とオーストラリアの合同演習が実施されました。参加したのは海自護衛艦、アタゴ、オーストラリア海軍駆逐艦、ホバートなどです。これはイージス艦同士の演習としては初めてのことでした。日豪トライデントと呼ばれるこの合同軍事演習は都合2日間にわたって実施されました。関東から沖縄を経て九州西方海域で実施されたものです。オーストラリアと中国は
かなり近しい間柄でしたが、近年の海洋進出に対しては、さすがに危機感を抱いたオーストラリアが動いたようだ。海軍の今後の方向性が示唆されるものではないかと推測され、注目を集めました。ちなみに、トライデントというのはギリシャ神話の渡つポセイドンが手にしている三つ股の矛を指します。海に深く関わりのある名前ということですね。トライデントに参加した艦船について説明しましょう。オーストラリアのホバートはミサイル駆逐艦に分類されるイージス艦です。艦の大きさを示すのが排水量ですが、満載排水量は7000トン。全長は 146.7M、全幅は 18.6M です。もともとはスペインのアルバロデバ3級駆逐艦が基本となっている艦艇です。ちなみに、日本の護衛艦、アタゴですが、満載排水量は1万トン。全長 165M、全幅が 21M となっていますから、ホバートは、アタゴと比べると、一回り以上小型ということがわかりますね。オーストラリア海軍は、ホバートの同型艦を、計で3隻就役させています。その上には、アメリカ製のイージスシステムで完成される各種兵装を、搭載していますから、艦隊防空能力がとても高い艦艇ということができます。ちなみに、ホバートとは、タスマニア州の州都の名前です。オーストラリア海軍は、新型のキャンベラ級強襲揚陸艦2隻も、就役させているのですが、ホバートと同じくスペインの、ナバンディア社のファン・カルロス1世を土台とした艦艇です。このキャンベラ級強襲揚陸艦で、興味深い点は、船首部分に緩やかな勾配のあるスキージャンプ方式があるのにもかかわらず、現状で F-35B ライトニングに戦闘機等の航空機の運用を行っていないということでしょう。スキージャンプ方式勾配は航空機搭載が前提で設置するものなのですが、実は航空機ではなくヘリコプター搭載の予定となっているのです。つまり、改修以前の護衛艦、出雲、加賀、等と同じくヘリコプターを主要な艦載機とする仕様となっています。中型クラスのヘリコプターを、MAX 約12機、さらに上陸用舟艇も4隻積載可能になっています。キャンベラ級強襲揚陸艦の元になったファン・カルロス1世は AV-8B ハリアー2を艦載機としていますが、将来的には F-35B ライトニング2戦闘機の運用も考えられているそうです。ファン・カルロス1世というのはスペイン国王の名前です。その名前を関した艦船ですから、やはり相当レベルの高いものなんですね。オーストラリアも予算が許せば同じ対応をすると思われます。また、小型のフリゲート艦としては、ハンター級と呼ばれる旧跡を2020年からの10年間で建造する計画のほか、対潜哨戒だけでなく弾道ミサイルへの対応も考えているようです。このようにオーストラリア海軍はホバート級駆逐艦3隻、
キャンベラ級強襲揚陸艦2隻、そしてハンター級フリゲート艦9隻とかなり、大幅に戦力を増強中です。しかし、将来的な新型潜水艦の導入については、様々な問題が。噴出しているということは、広く知られるところです。オーストラリア海軍のアタック級の新型潜水艦計画の入札には、当時の日本も参加しました。一時は、日本案が最有力ではないかと期待されていました。国内でも、世界的にも、受注先がどこになるかと注目が集まっていた案件です。有力と思われていた日本や技術大国ドイツを差し置いて、オーストラリアが選んだのはフランスでした。オーストラリア政府はフランスが提案した。シュフラン級原子力潜水艦を通常動力型に換装する案を採用したのです。その結果、計12隻にも及ぶ大規模プロジェクトとして、アタック級の建造をフランスに発注することに決定しました。この決定に大きな影響力があったのが、オーストラリアとの貿易額トップの中国であったということは、今では知らない人はいないほど有名な話です。要は、日本にオーストラリアの潜水艦を受注させたくないというのが、中国の本音だったわけです。余談ですが、それほど中国に肩入れしていたオーストラリアが今回のトライデントに参加したのは、あまりにも中国の態度、圧力がでかくなったからとも言われているそうです。ところが、アタック級潜水艦計画の問題が表面化してきました。大きな理由の一つは、その建造経費です。当初から12隻で約4兆3000億円という、巨額だったのですが、徐々に膨らみ、ついに6兆円を超えたとも、伝えられているのです。とんでもない金額ですね。そして、もっととんでもない噂があります。12隻すべてを収益させるまでに、なんと約30年もかかる見込みと言われているのです。現在の日本のように、毎年1隻ずつ収益させている国から見れば、マジか、と、すぐには、信じられない工程と言えるでしょう。30年という期間は、あまりに長いです。受注を決定した政府の4人が、30年後、果たして、何人政府内に泊まっているのでしょうか。そもそも、1世代の潜水艦として、最終艦の収益までに、30年かかる艦が将来的に通用するでしょうか。その30年間で技術の進歩も当然あるでしょうし、他の艦の性能がアップして当該艦の性能は相対的に下がってしまうことは想像に難くありません。そうなったら兵器として購入しても無意味ではないかという批判が噴出することは想像に難くありません。アタック級潜水艦計画に関しての問題点はこれらだけではありません。そもそものフランス案の採用を決定した大事な前提条件ですが、実は蓋を開けたら大幅に違っていたということです。当時、フランス案を採用すると、国内の製造業の空洞化を食い止めると同時に、雇用を生み出すことができるというのが大きな理由でした。
ところが、この見込みとは大きくかけ離れている現実がわかり、批判が生まれた原因とも言われています。つまり、オーストラリア国内の民間需要を生み出す計画には全く役立たないとまでも国評へされているというのです。このアタック級潜水艦計画の問題点は、水上戦闘艦、イージス駆逐艦や、フリゲート艦、強襲揚陸艦など、だったら起きなかったと思われます。しかし、事態は深刻であり、建造計画の修正は簡単に、できることではないと推測されます。今更のそもそも論になってしまいますが、オーストラリア海軍の要望は多すぎだったのでしょう。つまり、アタック級潜水艦に通常動力型活炎用航行可能、さらに攻撃型にだけでなく弾道ミサイルも運用できる仕様にするようにと、簡単に言えば盛りすぎだったように感じられます。このような潜水艦としては、韓国海軍やインド海軍も似たような仕様を目指しているということですが、マルチな運用を艦船に求めすぎることには、大きなリスクが伴うという教訓を含んでいるとも言えそうですね。人間もマルチタスクが求められる傾向がありますが、機械にもスペックがありますから、何でもかんでも詰め込むことは、いかがなものかと考えてしまいます。韓国が最新鋭潜水艦の進水式を行いました。また、作った艦もありますが、どう見ても日本を意識しているとしか見れない。今回は、この潜水艦について話していきますね。次って動くのかな?というのが心の声です。2020年11月10日、韓国が建造していた新型潜水艦、アンムが、進水式を迎え、一昨年前に進水した1番艦、ゾサン・アンチャンホに続く、2番艦となった。ゾサン・アンチャンホ級潜水艦は、全9隻の建造が予定されており、その中で、3隻ずつ、が3形式に分かれるが、アンムは第1段階のバッチ1に該当している。すでにバッチ1の最終艦となる3番艦のリドンニョンも2019年4月には寄港されており、1番艦トサン・アンチャンホは今年2020年代の収益が有力視されている。ちなみに、トサン・アンチャン補給バッジ1のこれらの3艦の艦名は、すべて日本併合時代の独立運動家たちにちなんで命名されており、従来からの慣習に則ったものといえる。トサン・アンチャン補給バッジ1は、水中排水量が3705トン、全長は 83.5 メートル。全幅 9.6 メートル、乗員数が約50名となっており、
通常動力型としては、比較的に大型な艦だ。2020年10月に進水した海上自衛隊の潜水艦、タイゲイは、水中排水量が推定4200トン、全長は 84.0 メートル、全幅 9.1 メートル、乗員数が約70名であり、寸法上は似通っているようにも思える。ただし、タイゲイが攻撃型潜水艦として、艦首に 533mm 魚雷発射艦6門を備えていることに比して、土産アンチャン補給バッチ1は、533mm 魚雷発射艦8門と6機の VLS を装備している。魚雷発射艦の数でも、タイゲイなどの海上自衛隊の潜水艦よりも2門多い仕様となっているが、これは、前級のドイツの214型で韓国では、ソン・オニル級と呼ばれる艦を踏襲したものだ。加えて、6機の VLS を備える、土産アンチャン補給バッチ1は、それだけでも、かなりの重兵装であることが伺えるが、さらに、バッチ2-3では、これが10機へと増加される予定となっている。これらの VLS には、韓国国産の対地巡航ミサイル、玄武 3C を潜水艦仕様に改めたものが搭載されると言われているが、いずれにせよ対地攻撃用の打撃力を重視した潜水艦として設計されている。ただ、韓国が直面している対北朝鮮との軍事バランスからは、こうした対地攻撃用の巡航ミサイルの装備はオーバースペックだとの見方が多く、どこに向けたものなのかは、押して知るべしだろう。実現する可能性は、限りなく小さいと思えるが、韓国の現政権は、原子力推進型の潜水艦の建造にも、意欲を見せており、海洋国家でもない。同国が、こうした兵器の保有を標榜していることも不可思議だ。とは言うものの、こうした攻撃型潜水艦に、対地攻撃能力の強化を求める。ニーズも少なからず存在しており、フランスを選択したオーストラリアの、アタック級なども、これに近いと言えるかもしれない。また、最近では、インド海軍も、こうした多用途な攻撃型潜水艦を試行しており、日本のある意味純粋な攻撃型潜水艦では、その使用に対応できないとして、入札から手を引いたことも、記憶に新しい。そうしたニーズに対しては、土産アンチャン補給バッチ1が実際に、収益し、一定期間の稼働を無事に行えれば今後引き合いが高まる可能性は否定できない。さて、土産アンチャン補給、アンムは通常動力による推進型だが、海上自衛隊のオウリュウ以降のディーゼル機関と、リチウムイオン電池とモーターの構成とは異なる。その機関部には、ディーゼル機関と鉛蓄電池及び燃料電池とモーターが採用されており、これによる非対機依存推進方式を実現し、最大速力は20ノットに達すると見られている。この数値自体は海上自衛隊の竜型や闘竜ともほぼ同等であり、将来的にバッチ2以降はそれらと同じく鉛蓄電池をリチウムイオン電池に変更する予定だとされている。アンムは前述のように
ドイツの214型、ソン・オニル級潜水艦建造で培った技術を活用し、その 76% を韓国製の装備で、構成している塔タは割れている。従来のソン・オニル級潜水艦は、水中排水量でも1860トンにしか、過ぎず、これからほぼ倍増した、ドサンアンチャン補給が、想定通りの稼働ができるのかが注目だ。ソン・オニル級のネームシップである1番艦は2007年に就役したが、直後から騒音の大きさが問題視されたとも伝えられ、かつ燃料電池の不具合から稼働状況は極めて低いと言われている。こうした状況から察するに、アンムが無事就役して作戦行動が可能な状態になるのか否かは、甚だ不透明だと見る向きも多く、今後の続報が待たれると言えるだろう。たびたび話してきましたが、オーストラリア潜水艦建造計画は、まだまだ完成は先のようですね。では、最新版の情報とともにクワントに、参加オーストラリアは、どのように進むのでしょうか見ていきます。今後、潜水艦の能力は上がってくるでしょうが、日米の潜水艦能力には、追いつけないですね。世界2トップの潜水艦技術は極秘。オーストラリアには、悪いけど、日本を選ばなくてよかった。オーストラリア海軍といえば、近年は、艦艇数の増加に努めている。イメージがあるが、こうした軍備の拡張路線に転じたのは、実は最近の2009年頃からの傾向だということができる。オーストラリアは、日本と戦った太平洋戦争以後、旧ソ連の崩壊までの冷戦構造時も含めて、そこまで自国を軍事的に脅かす勢力を身近にしておらず、したがって軍備も軽微な形だった。これに変化の兆しを自覚させたのが東シナ海、南シナ海と自国の経済発展と呼応して海洋への進出を加速させてきた中国海軍の増強であり、オーストラリアも次第に危機感を抱くようになった。まず、オーストラリア海軍は、駆逐艦の更新から始め、スペインナバンティア社のアルバロデバ3級イージス艦を3隻、ホバート級イージス艦として、2017年から、就役させている。また、同じく、スペインの強襲揚陸艦、フアン・カルロス1世、
の同警官となるキャンベラ級教習揚陸艦も2隻を2014年から就役させており、現在のオーストラリア海軍の中でも最大規模の艦艇である。キャンベラ級強襲揚陸艦はスキージャンプ式の発艦方式も備えている艦艇ではあるが、固定翼、機能運用予定はなく、日本やイギリスのような F-35 ライトニング2戦闘機 B 型の調達もしていない。これらホバート級イージス駆逐艦、キャンベラ級強襲揚陸艦の調達と並行して、現在運用中であるコリンズ級攻撃型潜水艦6隻の更新を目指したのがアタック級潜水艦計画だった。コリンズ級攻撃型潜水艦はスウェーデンコックムス社によって同国のメステルイエトランド級をベースに設計された通常動力型潜水艦で、水中排水量は3倍近い約3300トンにも達した。コリンズ級潜水艦の建造自体はオーストラリアの都市アデレードで行われたが、それまで潜水艦建造の経験がなかったオーストラリア側の問題も多く、静粛性に難があり、トラブルも多発した。それでも、1990年から2001年までに6隻が建造されたコリンズ級は、30年以上を経過した2021年でも現役を続けており、その意味では欠陥が指摘されながらも修正を施して今に至ったと言える。オーストラリア海軍は、こうしたコリンズ級潜水艦の問題も鑑みながら、代替潜水艦の調達に動いたと思われるが、2016年に決定されたそれは、フランスのシフラン級を仕様変更する案だった。これは、本国のフランスでは、シフラン級原子力潜水艦として計画中だった。艦の動力を、オーストラリアの仕様に合わせて通常動力型に改めるというもので、アタック級潜水艦計画と名付けられた。オーストラリアは2000年代からすでにこの現行のコリンズ級を代替するアタック級潜水艦計画を起としてきたが、当初それは2030年前後には収益を開始させる予定で、全12隻の建造を目指していた。この間にオーストラリア空軍が運用していた F-111C 戦闘爆撃機が退役を迎え、これによりアタック級潜水艦計画はそれを補完するために艦対地長距離巡航ミサイルの搭載を求められることとなった。そのため、こうした兵装が想定されていないドイツの214型や日本の総流型をベースとした潜水艦は選考から外され、フランスのシュフラン級が選択されたものと考えられている。前述のようにイージス駆逐艦や強襲揚陸艦もスペインからの調達を成功させていたオーストラリアは、同様の手法で国外ベースの調達が可能と考えていたのかもしれないが、実際は厳しかった。アタック級潜水艦計画どころか、フランス本国でのシュフラン級の建造も大幅に遅れており、スケジュールは、元より建造に要する初期費も当初の想定の 1.5 倍にまで上昇してしまった。また、オーストラリアがアタック級潜水艦計画の条件としていた同国内での雇用の創出についても、
フランス側との認識の齟齬が指摘されており、その点からも計画そのものの見直しまで囁かれている。個人的には、オーストラリアのアタック級潜水艦計画は、かなりの確率で、キャンセルになるのではないかと想像しているが、その場合、対応策は、どうなるのかの落としどころが、微妙となるだろう。一説には、現行のコリンズ級潜水艦に、延命措置を施して、時間を稼ぎ、新型潜水艦は、攻撃型と戦略型を分けて考えて、各々調達するとの見方もあるが、予算的、時間的に、それが可能かは不明だ。今回のアタック級潜水艦計画の問題点は、現物が存在しない机上の案を採用したことと、潜水艦の使用目的を限定できなかった点に、あるのではないかと思わざるを得ない。日本も他人事ではなく、例えば陸上配備型のイージス・アショア導入計画が土壇場で白紙撤回されるなど、他国に依存する分野で予定外の事実が発覚し、軌道修正を強いられている。現在進行形で見れば、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替となる次期戦闘機開発がこうした状態に陥らないように関係各所はマネジメントに細心の注意を払ってもらいたいと切に希望する。